はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日は白猫プロジェクトをやっていきたいと思います。5000万ダウンロード記念でさ、オーガくんとさ、シャルロットちゃんが来たので、で、この間弾いて、オーガくんとなんかいっぱい弾いたんですけれども、で、今それの武器ガチャが来てるので、せっかく弾けたから武器ガチャも弾いていきたいなと思っております。あ、そう、ちなみにね、オーガくんは友情覚醒させてレベル100にしました。一応今のところは前回弾いた斧を持たせているんですけれども、シャーだってかっこいいね。なんかさ、スキルがさ、スキルっていうかさ、あれが何、攻撃速度2倍とかでさ、すごいわと思って、使える子やと思って、よくみんなとの協力プレイツイッターで募集してるんですけど、そっちの方でもよくオーガくん使ってます。よし、グランドキャリバー当たるといいな。これでさ、まあ出なかったら出なかったで頑張って4個で交換したいなと思ってるんですけど、もしほらメモリアルソードとか集めたり交換できるかな、交換したいんだけど、来い。うわ、お、なんか来た、なんかいた、星4が、なんだろう。お、いや、ダブった。あれ、武器ってさ、ダブリとかあるの？これは初めてだわ。デイジーセスタス、自然系へのダメージ、感電結構いいね。これさ、私ダブってんだけど、え、ダブリの武器ってどうなるんだろう。あれ、わからない。ちょっと出なかったからもう一回行こっか。あくまで5000万ダウンロード武器を狙うから。すごいね。でもなんか持ってた気がする、持ってなかったかな、後で見てみよう。来い、頼みます。うわ、あ、ダブルね、武器ダブルは全然、そういえば星さんとかダブるもんね。あ、じゃあ交換していいじゃん。あ、いいね。おー、出なかったね。一応でも星4が2個出たのでよかった。クリアブラシと、そうだよね、私のね、武器庫ね、あんまり広くないから。みんな大体武器さ、どのぐらいの広さを持ってるんだろうか。鍛冶屋、売却。武器はね、こんな感じだよ。ちなみにね、これそのまま行こうか。なんか星1の武器さ、これさ、学園の時にあったやつでさ、なんか結構好きで取っといてる。星2を売ろう。星2はいらないかな。これで星4の武器を回収すると、こんな感じかな。はい、なんかね、いっぱいジュエルがあるんですよ、プレゼントに。何しようと思ったら、そうだ、見ようと思ってた。強化でいいか、交換でいいか。例えば、今交換しないんだけど、まだ、なんか何と交換していいかわかんないので、ちょっと、いろいろ自分の持ってる武器とか、吟味してやりたいと思うんだけれど。これに OK したら、ほらほら、クリアブラッシュ、ダブってんの。だから、これ1個でしょ？あとはなんか、何と交換すればいいんだろうね。なんか難しい。この先生の武器とかもそんなに強くないと思うから、これも昔の武器だし、どうなんだろう、ちょっと調べないとね。あ、そう、受験も救って、交換済み。私何、あ、そうだそうだ、霊装シャスティフォル、いえ、今噛んじゃった。霊装シャスティフォル、シャスシャスシャス、マジ言えない、ダメだ、口が回らん。
感じかな。そう、なんか今度さ、自分のパーティーとかもさ、なんか今度ボックス公開とかしたらどうなの。なんか前もコメントにもらったんだけど、なんかボックス紹介っていうか、ね、なんかどんなキャラいるのとかそういうのをなんか今度やできたらなって思っていたりするよ。懐かしい、いいっすじゃん。まあそんな感じですね。まあまあなんかまあ需要があればと思ってる次第でございます。ではでは今日のコーデでございます。今日のコーデはピンクの、ちょっとくすんだピンクのショーパンにノースリーブシャツ、シースルーなので、シースルーっていうか透けてるんで、なんか中には着てるんですけど、中に色物の例えばタンクとか着たらそれはそれで色が見えるので、なんかいいかな、いいなと思って、なんかそんな結構気に入ってるシャツです。はい、そんな感じです。なんか夏っぽいけども、今日とかは暖かかったんだけどね、もう秋が近づいてきてるから、この上にジャケットとかだったらね出れるかもしれないけど、この格好まんまではもう外出れなくなっちゃうんだろうなっていうことにちょっと皆さん覚えている今日子供のでございました。そんなわけでチャンネル登録3万人いたので記念枠楽しみにしていてください。あの次4万人目指して今頑張ってるので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと YouTube のコメントも随時お待ちしております。あとみんなで協力プレイとか結構やってったりするので、マミチャンネル Twitter フォローしていただけたら嬉しいです。はい、ではそんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。多分いつか音楽の武器は交換すると思いますそしたら Twitter で報告します。そんな感じです。ではではご視聴ありがとうございました。またね。